はい、どうもコンシェルジェです。この間ね、三輪明宏さんが言ってたの、まだTikTok で見たんだけど、三輪明宏さんが言ってて、ありのままなんてクソっていうことを正直言ってました。っていうのは、三輪明宏さんの表現で言うと、ね、畑から大根とかごぼうとかさ、人参とか取ったとして、でこれありのままだよね。でそのオーガニックでいい野菜だ、これどうぞそのまま切ってください、どうぞ食べてください、美味しいでしょって言われたって誰が食べるんだっていう。それはその相手にとってありのままのものを差し出すっていうことは、相手にとってとても失礼なことなのよ。だからまず洗って、その大根だったら大根を洗って、その後皮を剥いてさ、料理して出さないといけないよね。それってありのままプロセスじゃないんですよ。完全に加工してる。もうその大根だと分かんない姿形に正直なってるわけじゃないですか。で大根、ありのままのね、抜いたばっかりの大根しか見たことないやつからすれば、料理された後のあれって大根なのかどうかわかんないよね。もうありのままじゃないわけですよ。だからそれ本当に大切だなと思って、で自分のことを徹底的にも否定していかなければならないということを改めてお伝えします。でこれからだんだん暑さも収まってきて秋になってきますけれども、まあ秋でもね、もちろんそのいろいろ活動しなきゃなりませんが、ただその夏ぐらいウェイってなってる季節ではないよね。だからそのなるべく行動しながらも自分磨きの秋っていう風に設定して頑張る人たちがいてもいいのじゃないかなと思って、でその自分磨きの秋のまず第一歩でやってほしいのは、自分が不満に思ってることあるでしょ。ありのままの自分が、ナチュラルな自分がムカつくって思ってることとか、なんでこれ自分のせいなの。で振られたこととかもそうだし、その振られたのはわかるけど全部自分が悪いとは言えないと思うとか、納得できないみたいな、男でも女でもそれはまあ感じるところ多いと思うんですけど、それを全部自分のせいにして書き出してみて、絶対相手が悪いでしょって思うことあるよね。絶対これその他の奴らがおかしいでしょって思うことあるでしょ、日常生活においても。で彼氏彼女との関係に関しても、これ俺は悪くねえわって思うこととか、これ私の責任じゃないさすがにって思うこととかあると思うんだけど、それでもその自分の責任だった場合どうすべきか、で自分が対応できるんだったらどう対応すべきか、自分の責任なんだと思って考え直して、その不満すべて書き出して、でその不満に対して自分の責任である場合こうすべきとか、こういう理由によって自分の責任であるんだっていうことをノートに書き出してみようぜ。全然考え方変わると思いますよ。で僕だったら最近ね、ちょっとこれ俺が悪くねえだろっていう、なんだこの世の中って思ったことがあって、まあ大したことじゃないです。ねプールに行ったの。プールに行ったら流れるプールあるじゃないですか。流れるプールの水がドドドドドって出るところにずっと捕まってる親子いるんだよね。子供だけ捕まってんならまだしも、親子で水の流れるプールの流れるプールの水出るところに行っちゃダメじゃない。僕それ習った気がするけど、噴水口というか水が出てくるところに行っちゃダメだよね、流れるプールって確か。でなんだこいつらと思って、でいろんな箇所あるんだけど全部のところに取り付いてんだよ。でもうそのうちの子供には遊ばせらんねえし、それに対して僕は軽く腹立ったわけですけど、じゃあそれ自分の責任って考えた場合どういうふうに考えればいいかなっていうと、まあ自分の責任というか、その相手が悪いわけじゃないって考えた場合、どういうそのことが推測されるかと言いますと、まずプール来たことないかもしれないよね、普通に初プールかもしれない。まず流れるプールが初っていう可能性あるじゃないですか。それに対して腹立つのはかわいそう。何これ水がすげえ出てくるっつって、こんなの初めてで親子ともども流れるプールの噴水口に取り付いてるのかもしれないよね。それだったらそれはさ、温かい目で見てあげたくない、で、あとはその、まあ、腹立つから自分たちが近づかないってことだよね。自分たちが近づかず、他に面白いことあるんだから、他の面白いところに目を向けて、その取り付いてるやつらを見てバカでねえのっていうふうには思わないようにしようっていうのがあったりするじゃないですか。でも客観的に見れば、流れるプールの水出るところに取り付いてたらプールの係りに怒られるよね。だから客観的に見ると絶対それが悪いんだけど、それをあえて自分が悪いとか相手の責任じゃないかもしれないっていうことをちょっと考えて、それ全部紙に書き出してみるっていう、その自分磨きの第一歩というか、ありのままの自分を全部否定していくっていう第一歩を踏み出してみてください。本当にそのありのままっていう言葉は良くないから、何度も言ってるけど、エルサの話もしてっけどさ、エルサ全然ありのままじゃないからね。あのレリゴーをありのままって訳したやつ誰だよっていう感じだけど、エルサは常に変わって変化しているじゃん。
うん、まあ、一瞬ねこもる時もあるよ、一瞬一瞬こもってメンヘラになってこもる時もあるけど、常に変わっているのがエルサじゃないですか。だからあなたもそういう風になってほしいっていう、そういう話。ちゃんと大根洗って、あなた大根洗ってね、今まで大根切っただけで大根千切りにしてマヨネーズかけて彼に食わしてたのよ。まあ、あなたが男性でもそう、大根洗って千切りにしたぐらい、はあ、ありのままの美味しさでしょっつって、それはねうまくねって、それはまあ最初はねちょっとまあまあ食べれるかなと思って食べ、スティック野菜みたいな感じで食ってても、さ途中から嫌になるよ。いろんなその料理の方法を学ばなきゃならないし、で自分っていうその大根を美味しさあふれるやつに料理していかなきゃならないわけ。その努力を行ってください。そのためにはありのままの自分の全否定というところから入りましょうという、そういう話でした。はい、頑張っていきましょう。今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。